東口小倉駅は、京都府宇治市小倉町神楽殿にある、近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B10。当初は、伏見方面への路線は、本線としては計画しておらず、小倉から京阪宇治駅を予定していた。1928年11月3日、開業当時においては、小倉桃山五両米館は支線にあたる。なお、奈良電気鉄道では、 ここから分岐して、大阪環状線玉造駅付近に至る、第四の京阪都市間路線を計画していた。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。ホーム有校長は6両。互いのホームを結ぶ、古線橋も地下道もないため、両ホームとも、改札口とトイレが別々に存在する。かつては、優等列車用の通過線を抱えた構造となっており、 現在のホームの一部は以前の退避線の上に作られている。この退避線は1984年に隣接する向島駅の退避線が使用を開始したのに合わせて廃止された。また通過線にはホームがなく、停車列車は退避線に入らざるを得ないため速度制限がかかっていた。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り、 駅東の不動場にある。なお、特集会病院へは、無料送迎バスもある。このほか、西小倉地区乗り合い交通が運行されていたが2019年9月をもって休止となった。運行時の概要は、下記の通り。年末年始、盆期間等を除く日から金に運行。運賃は、大人400円、小人200円均一。校舎停留所は、乗車時に申告し、 運賃は後払いとなっている。駅西のローソンストア百前にある。なお、道路線は一旦、駅西部の砂田地区を経由するため、市役所方面へは西の浦東停留所を利用した方が便利である。駅ナンバリングを全線で実施します。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.co.jp スラッシュオール。 ニュース、ニュース、インフォ、ハポ、PDF2016 年2月24日閲覧。A.B. ソネサトル、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手市鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、12から13ページ。ISBN 七十八から四から零二から十四万三十三から四 同書では開業時の駅名を奈良電国来駅とする。平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道。 http コロンスラッシュスラッシュ www。kintetsu。jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ iccard。Ic 年2 0 0 7 0 1 3 0 pdf。二零一六年二月二十三日閲覧。近畿日本鉄道株式会社近畿日本鉄道百年の歩み。近畿日本鉄道。二千十年十二月。 344から345ページ。全国書誌番号。2190万6373。AB。駅の情報告ら。近畿日本鉄道。2021年8月1日閲覧。近鉄時刻表2018年3月17日ダイヤ変更号。P70P87。駅別乗降人員京都線近畿日本鉄道。 ニンテンドーサービスセンター修理品の送り先変更のお知らせ、ニンテンドー宇治乗り合い交通事業。ありがとうございます。